こんにちは、ちやこです。今日も天気絶好調なスロバキアでございます。ちょっと道具が前後してしまうんですけれども、最後の、ね、公演が終わった次の日でございます。まあ、最後の公演の一日も撮影しておりますので、そちらもぜひぜひ楽しみにお待ちいただけたらありがたいんですけれども、今日もですねバタバタとしております。もうねスロバキア滞在も残すところわずかになってきましたので、なんかいろいろ事務的な手続きとかそんなんもねしたりしないといけなかったり、さよならパーティーをね最後にするので、そんな買い出しに行ったりとか、スロバキア滞在残りわずかなドタバタとした一日を見ていただけたら嬉しいです。で夜はですねまたみんなでマルガリータを飲みに行こうと言っておりますので、はい、一日のブログ撮影していきたいと思います。それではスロバキア滞在残り少しのブログ行ってみよレッスンが終わりました。あのね、なんか劇場を去るというので、なんかいろんな手続きをしないといけなくて、なんかねいろんなね部署をねめちゃいろいろ回っておりました。すぐはいやめてバイバイだけではあのダメなんだなという感じで、そこもまたねいろいろやることがあって大変なんですけども、もうね食材もあんまり買ってないので、今日はお昼ご飯をねビラで買って、川沿いで食べようかなと思います。この後オンラインレッスンがあるんですけども、まだちょっと時間があるので先にお昼ご飯だけ食べちゃいます。アレちゃんとヨアナがほんまにねいつも食べてるサラダです。ミラで量り売りしてるサラダなんですけど、そう、それがね意外と美味しいの。ミラがリニューアルされた時にできたサラダバー、量り売りなので割とね高くはなるんですけど、まあでも美味しいから。野菜はいっぱい食べましょう。いっぱい入れました。果たしていくらになってるんでしょうか。7ユーロめちゃ高い、めちゃ高くなっている。まあしょうがない。いい感じです、本日もいい感じ。でもね
私が帰る頃めっちゃ天気が悪いらしい。さすが私ですよね。この辺でしょうかな。そんではいただきます。高かったサラダ。めっちゃ高かった。なんかね、キヌアとかスモークされたお豆腐とかチーズとかクスクスとか鶏肉とかいろいろ入ってます。盛りだくさん。やっぱ野菜はいいですね。野菜が体に染みますな。なんか川沿いでこういうゆっくりとした時間がなくなるのはちょっと寂しいなっていう話をしてたんですけど、そしたらイーちゃんが別に川はなくてもどこにいてもこういう風にゆっくりした時間を過ごそうと思えば過ごせれるって言って、うん、自分の気持ち次第やみたいな感じでね言ってて、いやもうほんまその通りやなと思って、ほんとどこにいても何してても結局は自分次第なんですよね。最近はね本当にもう私いなくなるからあそこ行こうここ行こうって言ってみんな一緒にいろんなところ行ってくれるので嬉しい。給料日前なんですけどね。給料日前なんですけどそんなもう関係ないってもういいって言って嬉しい限りです。では引き続き食べます。スロバキア出発ギリギリまでかな、前々日ぐらいまでレッスンはありますので、まだまだ引き続きレッスンは頑張るんですけれども、まあ、オンラインレッスンはスロバキアにいる時に始めたので、まあ、本当にずっともうホームのような感じでここでオンラインレッスンしてたので、なんかねそれが最後と思うとちょっと寂しいんですけれども、なんか感慨深い気持ちになりますね。なんでもうオンラインレッスン始めてから2年か3年かそれぐらいは経ってるんだなと思って、はい、ちょっとジーンと来ております。でまあオンラインレッスンとかしたりとかして、こう Wi-Fi とかインターネットとか私すごい普段から使うんですけども、最近ね私がめっちゃ使ってるアプリがあるんですけども、サーフシャーク VPN というアプリで、このアプリはインターネット使うときに個人情報の漏洩を防いでくれたりとか、その国でしか見れない、まあ、地域限定の動画とかコンテンツが見れるアプリです。でまあ私もねよく公共の Wi-Fi を使うので、まあ確かにセキュリティ面は心配なところはあって、で私前映画で見たんですけど、白石麻衣が主演してた、スマホ落としただけなのにやったっけ、なんかその映画を見て、でちょうどその映画がなんか公共の Wi-Fi を使って、でなんかハッキングされて事件に巻き込まれた的な、なんかそんな感じのお話やって、でうわ怖いなと思ってたんですけど、まあまあそういうことは現実にもねないことはないと思うので、セキュリティをねしっかり保護されるというところで安心やなと思います。でまあ使い方はめっちゃ簡単なんですけど、サーフシャーク VPN のこのアプリをダウンロードしたら、ロケーションっていうのがあるんですよ。でロケーションで日本に設定したら日本限定の動画とかが見れることになって、もう私めっちゃ嬉しいです。私前にネットフリックスで石原さとみさんが出ているそしてバトンを渡されたっていうのをなんかネットで見て、うわこれめっちゃ見たいと思ってネットフリで探したんですけどなくて、でなんでないんやろうと思って後々調べたら、その日本限定の動画やって、うわめっちゃ悔しいと思ってたんですけど、このアプリで日本を設定したらそれがね表示されました。で、あとこれ海外に住んでる方皆さん困ってはるんじゃないかなと思うんですけど、ヤフーメールがね見れるようになりました。なんか何を調べても絶対ヤフーが一番上に出てくる感じで、でそれを間違えていつも押してこれはここではもう読めませんみたいな感じの記事が出てきて、わーそうやったみたいなめっちゃ悔しい思いをいつもしてるんですけど、いやこれ日本に設定したからヤフーニュースを見れるんちゃうと思ったらほんまに見れて、そうこれはびっくりです。なのでヤフーニュース見まくってます最近。でももちろんね日本だけじゃなくて本当にねめっちゃいろんな国が、はい、選択できるので見てください、めっちゃあるなので好きなところを選べるという感じですね。
でこのアプリは1個アカウント作ったら携帯でも使えるしパソコンでも使えるし何個でも無制限に、ね、デバイス使えるので、はい、それは嬉しいですね。私もしっかりもうパソコンも携帯も両方つないでおります。私もねこんなアプリがあるって知らなかったのでサーフシャークさんありがとうございます。そしてお得なコードがありまして、ちやこというコードを入力してもらうと2年契約してもらったら3ヶ月間無料になるお得なコードがあります。で30日以内だったら返金保証されておりますので、気になった方はぜひぜひ概要欄チェックしてみてください。それでは休む間もなく、はい、またちょっと外に出かけます。あーすごい、これ漕ぎながらビール飲むやつはい、ということでオンラインレッスンも終わりまして、ちょっとこれから買い出しに行きたいと思います。もう最後の最後になるんですけども、最後にさよならパーティーをしようと思いまして、当日に買ってたら時間なくなるので今のうちに買えるものは買っておきたいと思います。なんかね、昨日カーかなに噛まれて、このね手首のところがねすごい腫れ上がってめっちゃ赤くなっております。何なんだろうこれ。蚊に刺されてこんなことになったことないんですけど、結構痛がゆいので、これ蚊じゃないのかな、それかラスボス的な蚊なんかなめっちゃ赤くなってる。ここはグロスリンゴバという通りなんですけれども、 YouTube 始めた当初はですねこの通りに住んでおりました。でこの細い歩道なんですけども、ワンちゃんを散歩してる人が多くて、でもねうんちの処理をしない人が多くて、至る所にうんちがありまして、ここはうんちロードと言っておりました。あ、この場所もね劇場からすごい近くて、歩いて10分もしないぐらいかな、うん、10分弱のところでございます。ほんでその後また引っ越しして、ね、そこはね劇場から割と遠いところにはなったんですけども、でそこで2年ぐらい住んだのかな。そして今住んでいるところにまた引っ越しという感じで、なんか引っ越すねんっていう感じで引っ越してました。この7年いたスロバキアの中で 4つアパート変わってるで今日はねちょっと遠いんですけれども、テスコというスーパーに行きます。到着いたしました。わあ夏ですね。スイカや安くない、スイカ1キロ100円ぐらいになってる。安っ。これはスロバキアの中でも一番薄いお肉に入る薄切り肉です。全然薄くないんやけどねわツナステーキすごい。なんある。あ、ちなみにこれはウサギです。ウサギも売ってる。あ、ここはね、スロバキアのチーズコーナーでございます。このね、細長いチーズはね、ちょっとね、食感モキモキしてて、ちょっとサケチーっぽい食感なんですけど、だいぶ塩辛いチーズです。私これはあんまり好きじゃない。で、これはスモークされたやつかな。はい、これで多分ね、グリルする用のチーズなんかなと思います。これもね、ちょっとサケチーみたいな味がします。これは美味しいかな。スモークされてるバージョンもある。そしてでかいバージョンもあるよこれも多分グリルのやつかな多分。まあ日本には絶対にない地図たちがありますねマヨネーズは必要だな、料理に使うので買います。日本のマヨネーズと違ってちょっと甘いんですよ、このここに売ってるマヨネーズたち。で最初はウエッと思ったんですけど、だんだんそれが癖になり、今では日本のマヨネーズよりも好きになりました。豆腐なんか新しいの出てる、出てないか、パッケージが変わっただけかな。カレー味の豆腐とかあるし、バジル味の豆腐とか、スモークされた豆腐もあって、これはねなかなかいけますよ。ヨーグルトコーナー、私がね一番好きだったヨーグルトはこのファンタジアというね、まあ、お子ちゃまのヨーグルトなんですけど、このチョコチップが入ってて、これはすごい美味しかった。やっぱヨーグルトが豊富ですよね。あ、なんか塩キャラメルなんか出てます。こんなコーンフレークも入ってて、でも私はチョコチップがいい。そして冷凍されているカニカマはどこですか。あった。そう、テスコのカニカマが一番美味しい。日本のカニカマとは比べ物にはなりませんが、
そんでエビちゃんを買いたいけど、エビちゃんどこ？ありました。これが 400g 入って13ユーロなので2000円しないぐらいなのかな。はい、高いよね。うわ、ダックもある。大好きなカモ。ほんでね、このスパイスなんですけど、ベゲタって言ってチェコとかスロバキアにしかないやつかな。まあ言ったらコンソメみたいな感じですかね。こんな感じ。コンソメよりもちょっとパラパラして野菜が入ってるみたいな感じなんですけど、これ料理に入れたらね意外と美味しい。スロバキアでしか買えへんから買っとこう。チップスは必須ですね。チップスも買うよね。はい、よいしょ。そしてすごい量のアルコールもあります。これはウォッカとかショット系のめちゃくちゃ強い系のやつですね。ウォッカなんですけど、ちょっとフレーバーがついてるやつもあったりとかして、でもそれにしても強いもう飲めない本当。こっちにはシャンパンとか、本当にたくさんのお酒の種類があって、その点は良かったですね。スロバキア美味しいワインもシャンパンもいっぱいあったので。はい、とりあえずすごい量のチップスにもなっておりますが、みんな多分たくさんの人がいたらこれぐらいになると思うので、はい、まだ序の口だと思います。ではとりあえず今日はこの辺でお会計します。いっぱい買いました。めっちゃある。まあ、スナックも多いのでそんな全部重いものではないんですけども。はい、それでは一旦お家に帰ります。なんかやってます。なんか何のイベントやろ。なんかコンサートみたいなやってますね。わ、すごい人。わ、すごい人じゃないですか。今日も一旦お家に荷物置いて、そしてまた再びやってまいりました。こちらが九州園です。今日はマルガリータを飲みます。多分最後のマルガリータになるのを見ちゃおうかなと思うんですけれども、はい、味わって飲めたいと思います。もう最後の最後のラストスパートをかけて怒涛のように出かけるという、はい、スタイルで行かさせていただきます。到着いたしまして、お月様が綺麗。もうすぐ満月。チェース、チェース、チェース。マルガリータ、はい、ということでマルガリータをみんなで楽しみまして、もうちょっとねしっかり話したかったのであんまり節分しなかったんですけども、もうね楽しかったです。残すところもうねわずかにはなっているんですけれども、もう少し、まだまだ楽しみたいと思います。今日ねアレちゃんとかイーちゃんとかリョウちゃん、ヘラルド、ヨアナ、バレリア、みんなと話せて楽しかったです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。